皆さんこんにちは。ギターはおしゃべりです。篠原雅史がご案内します。さあ今週はようこそギタ友ということで、素敵なゲストに来ていただきました。ギタリストの石田忠さんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは、石田忠です。よろしくお願いします。こちらこそ。実は何を隠そう、石田さんと僕とは同い年なんですよね。ちょっとね、篠原さんの方がお兄さんですかね。まあ年は、ね、生まれた年は同じですけど ね、はい、そんな同じ世代で大変に嬉しいです。はいはい、この番組に来ていただいた方には必ず聞くんですけれども、ギターを始めたきっかけは何だったんですかというふうにお聞きしてるんですが、きっかけはですね、まあ、うちにギターがあったっていう、なんであったかっていうと、まあ、父親が、音楽がとっても好きで、ギターも弾いたし、からハーモニカもやってましたね。ただ、もう昔の人ですから、全然楽譜なんか読めないんですよね。もうギターは演歌。ハーモニカは、やっぱり当時流行った曲をね、伴奏を入れながら吹くと。子供の頃は、鼓笛隊に当時はね、結構流行ってました。はい。で、とにかく笛を吹くのが大好きでして、毎日のように吹いてまして、で、まあ、そんな関係で、まあ、フルートをね、ちょっとやったりしましたね。あ、そうです。で、それから、まあ、家にギターがあったもんですから、まあ、ちょっと触ってたら、今までね、フルートとかそういうのは単旋律でしょ。で、伴奏つかないし、ギター始めたらもうね、伴奏もできるし、伴奏と一緒にメロディーも弾けるし、こんなに楽しむのはないと夢中になっちゃったんですね。で、ちょうどそれが中学1年の時でした。はい。ね、全くそれもね、同じ頃ですね。そうですね。はい、その後あれですか、僕はね、ちなみに自分の田舎にはね、ギター教室がなかったんですね。石田さんのところはどうでした？ね、あったとは思うんですけど、うん、行かなかったですね。そうですか。もう、だから、ちゃんと習い始めたのは高校2年ぐらいの時ですかね。進学校だったんで、まあ、そこそこ勉強したんだけど、もうギターに出会っちゃってから夢中になっちゃってね。もう俺はギタリストになるしかないなんて、そんな思いでね、ちょっと他の人から変な目で見られてたんだなと。で、その辺まで同じですね、全く。それは僕も思い出しても楽しいですね。はい。それで、その専門的に勉強するようになったのは、どんなことですか？です。まあ、習いに行って、まあ、当時ですからね、ギタリストになる人っていうのは、みんな、高校で大体ね、卒業して、当時学校があるわけじゃなかったですからね、大学とか。まあ、そのまんまね、いろんな優秀な先生について、まあ、なんとかね、ギタリストとしてやってきた人が多いんで、私も多分そんなことかなと思って、まあ、高校卒業して、まあ、いろんなことちょっと考えながらちょっと練習したんですけども、やっぱりね、みんなが大学行ったりする中で、自分だけちょっとこういうのは、親もちょっと納得できないのかなと思いまして、やっぱりね、どっか学校に行かなければ行かないかなということを考えてましてね、まあ、いろいろ調べてましたら、まあ、新堀さんが日本ギター音楽学校っていうのをね、作っていたんですね。で、まあ、調べたら、まあ、そこそこね、ちゃんと出れば学校、中学校の免許も取れるとか、そんなことも書いてあったんで、うん、親にもそんなこと説明して、まあ、なんとか学校に行かせてもらいましたね。でもね、はい、やっぱりその専門家をきちっと目指すという意味では正しい姿勢ですよね。ね、うん。さあ、そんな石田さんなんですけども、実はもう YouTube で皆さんね、ご存知の方が大変多いと思います。たくさんたくさんいろんな曲をね、YouTube にアップしていただいて、もう愛好家の方がね、この曲はどんな曲なんだろうっていう時には、まず石田さんの映像を参考にするということで。さあ、そんな中から今日は一曲まず聴いていただきたいと思います。エリック・サティ作曲、グノシェンヌ1番です。どうぞ。
かがでしたか？ね、素敵な演奏です。さて、石田さんに伺いたいのは、YouTube にアップしようと思ったのは、どういうきっかけだったんですか？ですね、私行くと結構目が悪くてですね、当時、まあ、白内障から、まあ、始まって、いろいろ、まあ、ちょっと悪化して、網膜剥離になってしまったんですよ。で、そんなこともあって、さらに緑内障まで始まっちゃってね、このまんま行ったら、まあ、今まで自分がこう、自分なりの音楽を作ってきたのが、できなくなっちゃうんじゃないかと思って、まあ、いろいろね、最近その頃 YouTube が流行り始めてましたから、まあ、自分もなんとか目の見えるうちに、また指の方もですね、もともとちょっと親指が弱かったのに、無理してこう爪でね、いい音を出そうと思って少し無理しちゃったんですね。で、だいぶそれでちょっと腱鞘炎がひどくなって、もう指もあるし、その目のこともあるし、もう今なんか始めないとまずいかなっていう、そういうちょっと健康上の理由で始めたんですね。それがまあちょうどだから2011年ぐらいから始めましたから、まあ、実際にはその病気はそのちょっと前ぐらいからですね。そうでしたか。この、ギターおしゃべりも、今度年が明けると9年目に入るんですけど、もうはるかにそちら先輩ですね。ね、うん。まあ先輩というかね、そういう事情で始めてしまったっていうことなんで。いやいや、でも。それがまたね、続いているというのがやっぱりね、お互い自分たちを褒めたいと思いますけどね。すでに何曲ぐらいかもう数えています？500曲は超えてると思うんですが、まあ最初はですね、まあ長年ギターの先生やってきましたんでね、まあ初心者の曲から、まあずっと結構な数をやってたんでね、最初のうちはもう毎日のように1日1曲入れてたんですよ。ですからまあ割とそんなに苦労はしなかった。最近はもうあんまり私がね、もう年のせいもあって覚えられなくなったんで、曲がちょっと少なくなったんで、だいぶね、ペースをしてます。でもまあ500ちょっといってるんじゃないですかね。ね、すごいですよね。僕はもうね、数えるのやめたんですけどね。いや、結構な数も僕も弾いているなと思ってますが。石田さんはね、そういった活動の他に、やっぱり何と言っても、アンサンブルの指導をね、とても力を入れてらして、いくつぐらい、そのアンサンブルご指導を？今コロナがあったんでね、少しメンバーもね、高齢化して、やめられるかと見て、ちょっと少なくなったんですけど、まあ、多い時は7つぐらいのアンサンブルを指導していましたかね。もともとですね、アンサンブルがとっても好きだったんですよ。もともと、さっき言った、まあ、小学生の頃は、ちょっと鼓笛隊みたいなアンサンブルとかね。あと、中学、高校では、やっぱりギター部でアンサンブルやったりとか。とにかく、だから、まあ、そういうことなんで、まあ、独奏もまあ好きなんですけども、やっぱりアンサンブルを、音楽をね、共有して、楽しくやりましょうっていうのがいつも目的でしたね。そうですね。っちゃいました。そのアンサンブルの楽譜なんていうのは、やっぱりご自身で編曲されるのが多いでしょ？当時はそうですね。やっぱりやらざるを得なかったですね。最近はもう少なくなりましたけど。そう、やらざるを得なかったっていうのはそうですよね。ないんですものね。そうなんですよ。では、もう一曲、石田さんの演奏を聴いていただきたいと思います。サン・サンス作曲、白鳥。どうぞ。Thank you.
でしたか、ね、ギター1本で白鳥を弾くというのはなかなか大変で、またとても素敵な演奏でありがとうございました。と石田さんはね、中国に何度も行かれていたんですけど、その向こうで演奏会などおやりになったと思いますけど、まあなんか面白いエピソードとかありましたか？日本ではね、当然譜面台とか足台とかもあるもんだと思ってたんですけど、まあ今は別ですけどね、まあ、当時行った頃はもう25、6年前、もっとなるかな、もう行っても譜面台がなかったりとか足台がなかったりとかね、でも譜面台の代わりに何かその辺のこうものを持ってきてやったりとか、もう結構ね、日本だとあるべきものがなかったりして、でも演奏会お客さん来てるからやんなきゃいけないとか、あとね、とにかく寒かったですね。冬はオーバーを着てやったことありますね。日本だととっても考えられないくらいなんですよ。そうですね。なんかオーバーな話じゃないですね。オーバーな話。で、そばに一応石油ストーブみたいなのあるんだけど、全然効かないんですよ。ある意味ね、どんな状態でも弾けなきゃいけないのかなと思う。鍛えられたっていうこともありますけどね。まあ、それが今思えば、新鮮な楽しい思い出ですね。そうですかね。はい。はい、さあ、キンキンコンサートがありましたら、教えていただきたいんですけれども。はい。まあ、YouTube の関係でですね、まあ、私に映画のバックを弾いてほしいっていう、まあ、話が来まして、残暑の彼方にっていう映画なんですけどね、それのプロデューサーの新田博邦さんっていう方が、私のところのお弟子さんの女の子なんですけど、演奏を聴いてですね、なんかとっても気に入られちゃって、ぜひ、加工したいっていう。で、私が、まあ、一応ゲストということで、演奏会をすることになりました。来年の3月2日ですかね、土曜日、人形の家の赤X劇場というところでやります。まあ、今ちょっとそれに向けてちょっと準備しているところなんですね。近くの方はお出かけいただきたいと思います。この人形の家というのもね、とても素敵なところなので、それもね、楽しんでいただけると思います。この時は映画も見れるんですか？まあ、そうなんです。残暑の彼方にっていう映画を、そのコンサートの前に、これは無料なんですけども、見ることができます。これはですね、つい最近なんですけども、マンハッタン国際映画祭、ノミネートされていたんですけどね、最優秀監督賞を取られたみたいです。まあ、私が取ったわけじゃないんですけど、いやいや、ありがたいなと思ってますね。そうですね。はい、僕もね、見せていただきましたけど、とても素敵な映画で、詩情あふれる、ぜひ皆さんね、お出かけいただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。さあ、ギターおしゃべりは隔週でお届けしていますが、実は来週特別版をお届けしたいと思います。以前に放送されたギター文化館を紹介した時の、その映像をすべて英語の字幕をつけてくださった方がいらっしゃいますので、この英語版というのを来週特別配信いたします。ぜひ英語で見たい方、ご覧になってください。石田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、来週特別版お楽しみに。さよなら。